はい、そして僕の隣にいるのがおっちゃんです。はい、おっちゃんですね。今日はあのなんかね、配信が何回かよく止まってますね。あ、大丈夫ですか。うん、うまくいってるんですかね。オープニングうまく流れて嬉しいです。嬉しいですね。はい、あ、うまく流れたんですね。じゃオープニングはね、はい、わかるな。今それからここまでの間で2回ぐらい止まりましたから。あ、大丈夫ですか。わかんないです。わかんないです。分かんない。はい、おっちゃんはですね、宗教学や哲学、教えてもらえないかな、人類学、エネルギー学、宇宙学なんか頭から思い出したものポンポンもういろいろなものに通じた通じてるかな学者さんですね、一言で言うと、うん、通じてるというか、全ての根本は一つだからね。全ての根本は一つ、うん、はい、どんな分野であってもね。分野であってもですか。まあそこのピンポイントで、うん、いろいろとこうやってるということですね。だから全てにあの通じたというよりもつながってるっていう感じです。そういう視点から、うん、はい、この世のいろいろなことをそうですね教えてくれるっていう、はい、地球掃除協会 の、 あの会長でもあるんですけどね。いろいろなことを悩みとかね、地球掃除協会の会長、はい、そんなんですか、あるんですか、はい、あるんですよ、名前やらな、はい、うん、それから関西、今は関西ですけどね、うん、関西ホームレス協会の会長でもあるんですけど、うんうん、そのうちあのこれ全国になりますけどね、うん、はい、そんなの、あのビッグイシューとかの関係なんですか。あ、ビッグイシューはまた全然違う流れですね。久里ちゃん、ちたけちゃんっていうの、うん、久里のね、いいわけ、そうですよ。問題なく見れています。問題なく見れています。あ、よかったですね。まあ、あの問題なく見れてる、はい、あのね、放送は問題なく見れてるんですよ。あ、そうなんですか。あの止まってるのはね、録画の状態が止まってるのでね。あ、大丈夫なんですね、うん、放送はね、あの一応無事行くんですけど、アーカイブが、はい、あのまあでもこれは生がまずメインですからね。はい、そうですね、はい、お父さんお母さんがいてるの。お父さんお母さんいますよ。うちなんかのお母さん、あ、それはちょっとわかんないですね。え、いないの。ちょっといない、うん、遠くにいる宮崎県に今住んでる。お母さん、お母さんとかね、なんかなかなか進みませんけどねあと今週の出来事としてはですね、中道さんの本がもうほぼ完成間近、第一作ですね、いうことですかね、はい、構成最終段階に突入しております、はい、なんか結構あの最終段階良かったですけど、最終段階が多かったですね。もう今度は本当ですかね。まあとことんまで やっちまいましょ う、 っていう。そろそろあのもう聞いてはる皆さんも、そうですね、もう騙されないぞっていうそういうあの姿勢になってしまったらちょっと大変ですけどね、はい、あ、まあ、またあの発売日が正式に決定したら先行予約受付開始します。まあそれぐらいあのいい加減にやってないってことですね。そうです、そうです、うん、すごい力、うん、それで、ですね、あとおっちゃん的には何かありますか。おっちゃん的にはね、あるというかあったというかあるんですね。何があったんですか。今月ね、あの誕生日を迎える。あ、おめでとうございます、まあ、まだあの来てないからね、あの今週の出来事に入らないんですけどね。あ、本当ですね、はい、まあ、でも今週の心の準備ごと、はい、あ、心の準備ごと、はい、おっちゃんの誕生日がありますよってこんなの送ってきてくれる人もいますよっていう話ですね。そうですね、でも本当に 何があったのかなって振り返ると、はい、なんかあんまり出てこないもんですね。僕ね、うん、あのすごい面白い出来事あったんですよ。いいじゃないですか。前一緒にやってた泉彩菜さんというパーソナリティと、はいはいはい、あのラジオ局で収録やってきて、うんうん、あのギタリストの押尾幸太郎さんとこう、うんうん、一緒にセッションして、はいはい、噂はちょっと聞きましたけどね、はい、今度は、収録だったんで今度放送があるんですね。あ、そうですね、農家さん、何ですか、生まれてくれてありがとう、いえいえ、どういたしまして、何日ですか、はい、何日ですか、何日でしたっけ。10日ぐらいじゃないですか。そんなっぽいですね、はい、そんな感じです。別にプレゼントとかいらないですよね。まあ、別にね、いらないですね。本当にいらないですよね、うん、本当にいらないですよ。あのこれより
送料の方がかかっちゃいますからね、こういうのやると。本当ですよ、はい、あんまりね、いろいろこう言うとね、結構みんなね、うん、あの本当に優しいからね、あのどこにいてもね、送ってくれて、 それが困るので、はい、かえってね、あのありがたい気持ち以上に負担が、そうなんですよね、大きくなると。だから、まああの身近な人にプレゼントでも買って渡してあげてください、お茶の会にね。それはいい作戦ですね。いい作戦ですね、はい。で、ラジオ多分関西だけなんですけど、4月20日の夜11時半くらいから放送、お塩幸太郎のなんとかっていう番組を多分僕らで。面白いね。面白いですね。その頃からっていうのが面白いですね。11時半頃からっていうの、いや、きちんと決まってますよ。これみたいにそういうんじゃないですかね。はい、じゃあそろそろ、はい、一回ジングル行きましょうか。ジングル、今週の出来事こんな感じでした。皆さんはどうお過ごしでしょうか。ここが我が家。これは、うん、ここが我が家。多分ね。はい、大丈夫でしょ。あ、ちょっと今いらんことしてしまいました、ね、うん。うろうろしないでいいからね。ここが我が家ですからね。今度でもカメラやっぱりアングルをちょっとこうずらして、はい、あの出ないと、なんか僕がえらいこうなんか太っちょの人間のようにますます見えてしまうので。あ、そうですか。なんかこう頭がなんていうのか、うん、もさもさして最近している最近、いや羨ましいですよ。でもまあもさもさふさふさはいいですけど、もさもさですからね。あの、いや、あの羨ましいですよ。なんかそれつながりましたね、なんか今週の相談に。あのつながりましたか。今日はですね、前回の続きでコンプレックスについてちょっとあの、ま、結論を出していこうかなと思うんですけど。ということらしいです。僕ら前回なんかまとまらなかったなってすごい反省してたんですけど、あれでいいんじゃないかなと思って。あれってどんなんでしたっけ。リハーサルでは30分でこう結論まで行く言ってたんだけど、うんうん、全然行かないまま終わっちゃった。あ、なるほどね。でも、まあ、そうですね、うん、確かにね。でもそれでいいような気がするんですよ。だから これからも何か命題お題があったら、1回目はそれについてごちゃごちゃと言い合う回みたいな。ああ、2回シリーズみたいな感じですかね。はい、それで聞いてる方からも意見とかもらって、で次の回でこうストンと落とす。落とすっていうのは結論出すってことですか。はい、そうね、本当にこれ毎回やっぱりまた真面目に悩んでしまいますけれどもね、このねお悩み、お悩み、あ、だからそのお悩み相談っていう、はい、あのことがちょっとなんかネックになってるかもわかんないですけど、例えばあのテーマとして今だったらね、コンプレックスとかっていうことテーマがあって、はい、それでなんかあのコンプレックスっていうのはまあこんなもんなんだけれども、でもあのこういうふうな捉え方とかで、実際にはやっぱりこういうこともあるし、でこうで、ああでこうで、でこう着地みたいな感じっていうのだったらもうちょっと気楽かもわかんないですね。なんか例えば本当に真剣に悩みの相談来てね、うん、事情もあまり知らないのに、まあそれもあるしね、これで、うん、なんかこう相手が今どういう感じかもわからない中でね、その中でこうなんか結論までいっちゃうっていうのはね、そうですね、難しいですね、その辺も、うん、そうですよね。まあでも1回目なんで企画会議って書いてあるんですね。企画会議ではない、うん、僕らが1回完結で30分で結論出そうっていうんじゃなくて、1回目はそれについていろんな意見を出そうっていうような会にしたいなっていう感じなんですけど、うん、なるほどね、はい、で前回のあの絵って出ます。前回ね、はい、僕の描いた
はい、入った。これですね。クオリティの高い絵なんですけど。はい。これが、1回目のコンプレックスをどう考えたらいいのかっていう回答の絵なんですけどね。うん。前回どこまで行ってるかっていうとですね、まあ、コンプレックスはお父さんやもっと上の先祖の人、またもっと全然別の人が何かしたことの因縁である場合もある。例えば、まあ、コンプレックスがっていうのは本当は言葉としてはあれかもしれないですね。その来たものに対してあの捉え方がコンプレックスとして捉えてる人と、まあそうじゃない人いるんですけどね。それでそうだけじゃなくてそうじゃない場合もあるからややこしいってこと。同じ現象が現れててもそうの場合とそうじゃない場合がある。そうですね。必ずあのこれがっていうわけではなくて、あのまあ、ただその目的は最終的には同じなんですけれどね。最後は全て愛のためっていう、この喜びのためっていうのかな。すごい結論。あの最後はとにかくあのどんな理由どんな原因、もう後天的先天的であれ、はい、最後の目あそういうことがある起こる目的っていうのはその人あるいはその周りの人が喜びの世界に、あるいは愛、もう少しまあ言ったらなんか霊の魂の成長みたいな感じですね。そのためにあるっていう感じね。まあ、それは結論の結論みたいな。結論の結論ですね。はい、これで分かる人っていうのはなかなかあのもう結構勉強してる人、勉強って言ったらおかしいけど、あのいろんなことに気づいてきた人ですね。そうですね。うん、僕も分かんないですもん、そこまで。なかなかね。分かんないです。うん、おっちゃんは分かる。ああもちろんそれは分かりますけどね。分かるけれども。その例えば何かこう困難とかね、いろいろあった時に、分かっててもそんな簡単にその処理できるもんじゃないですからね。あ、うん、おっちゃんにも何かコンプレックスに感じてる。コンプレックスとかっていう問題じゃないんですけどね、うん、はい、うん、やっぱりこう今の自分の置かれてる環境とか立場っていうものがやっぱり大変だなっていう、思いってありますけれどもね。それはコンプレックスとか、うん、コンプレックスはないですね。だからあのきっとね、思うんですけど、僕っていう同じそのなんていうのかな、人間がもう一人いて、はい、あそのもう一人同じっていうのは考え方とかそういう価値観っていう意味じゃなくてね、はい、状況が同じ、ね、状況が同じで、はい、だとしたらね、意外とコンプレックスに思うことが出てるのかもわかんないです。ああだからあの同じ事象でも僕はあんまりどの子のコンプレックスとして捉えないからだと思うんですね。ああそれはそういう考え方ができてるからですね。まあそういうことにもなりますね、はい、うん、ということですけどね。ああそうですか。今ね、あの、はい、画像出てないので、はい、ここからこっちのトイレに行こうと思ったら行きますけど、あの我が家では今あのトイレ休憩が、あボン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 、ちょっと音が大ちゃんにきつやばいですよそれ。あそこから行きますか。あっちも使えますよ大ちゃん、あっちの奥も使えますよ。じゃあ通る感じですか。そこからこうピッて行ったら、あそうします、終わりですけど、ただ線だけ気をつけて、こういうこともちょっとあの次回考えとかないといけないですね。あのすいませんね、こういうのをね、もしかしたら一般的にね放送事故っていう。あ本当ですね、トラブル。ほらほら、カメラの位置がずらされてしまったんですね。そうですね、そういうこともあるんですね。ここから撮ってくれたら嬉しかった。チャット聞いてますね。こんばんはって、あこんばんは、こんばんは、こんばんは。さっきの状態でこずれてくれたらよかったんだけど、チャットの人同士でこんばんは、トラブルって書いてありますね。ここちょっと超えてこっちにピッて行って、そしたらもう今はそこ使って、あの動かさなくてそこに座ってもらったらいいと思うんですよ。あそうしましょうか、うん、こっちで、はい、うん、ゆうごさん、ここ、はい、じゃあ、っていう感じでね、こういう時に、はい、あれがあったらいいんですよね。ジングル一回行きますか。いや、ジングル、まあジングル行っときます。ジングル行っときましょう。何でもジングル。Thank you.
ましょうか。はい、はい、進めていきます。あのいろいろチャットで来てますけども、何が起こったかは言わないことにしますね。っていうか落ちてはないですよね、多分ね。映像っていうかあれ的にはね、多分ね。ああ、はい、そうですね。あの虫の絵がずっと配信されてた、あ、じゃなくて、今あれですね、はい、あのさっきは BGM っていうかあれ流れてたんですよね。そうですね、はい、ですね、それで、ちょっと話を進めていきますね。それで、コンプレックス、背が小さいとか顔がブサイクだとかニキビが多いとか頭がハゲているとか頭がモサモサでどうしようもないっていう、ことに対して先天的な原因と後天的な原因があるという話が前回出たんですね。それで、今回あの30分なんで先天的な原因に対する回答を出していきたいと思います。それで、先祖などが何かしたことが因縁である場合もあるという話で、本人は関係のないのか、本人のせいではないならそれが災難じゃないかと悲しみでいじけている人いるかと思うんですけども、なんか読みますか。みんな音声的には大丈夫ですか。あの音量っていうかちゃんと言ってますでしょうか。おしっこ拭くの、これで取るよ、そのままでいいの全部、はい。今日は30分なんですね。あ、すみません、違いましたね。ですね、30分、このコーナーを大体30分ぐらいで終わらせようかなという話なんですね、はい。あ、じゃあ聞こえ大丈夫ですって。大丈夫かな、はい、さあ、それでですね、どこやんの、これ、そこに捨ててください。ちょっと大丈夫ですか。ちょっと落ち着いてませんけどね。どっちの方から大体、あの、あれですかね、立ちましょうか、過去のいろんなものっていうか、はい、過去、でも自分じゃないじゃないですか。まあ、自分自身の、何かを成した結果っていうことじゃないですよね、それはね。ないですよね。それだったら災難じゃないですか。まあ普通はそういうふうにすると結局災難っていう形でね。なんでこんなもん背負わなきゃいけないんだっていうふうに思うと思うんですよ。まあ本当はね、なんていうんですかね、それを言い始めるとね、はい、なんで人間の出発でうまくいかなかったんだっていう話に なっちゃうんですけどね。宗教学者おっちゃんですね、はい、まあ本当にそういうふうになっちゃうんですけども、まあでもそれはね、なんていうのかな、仕方のないことというかね、まあ自分の親の責任は子供が背負っていくっていう、まあそのね、はい、まあそんな因果な関係であることにもなるわけですけれども、はい、ただ親から背負うものっていうのは決してマイナスのことだけじゃないのでね、まあマイナスのこともあったりするけれども、親からいいものも背負ったりも実際にはしてるわけですよね、はい、まあその辺のところこう意外とみんなまあ分かってないので、全部マイナスに捉えたりとか、あるいはその何ですかね、その部分部分だけ見たらマイナス的に見えちゃったり、そのマイナス的に思っちゃったり、どうしてもこう、まあ、してしまうっていうことですね。まあ、この辺の話をするときに本当だったらそういうこのね、霊界の話みたいな形ですね、はい、できれば一番まあ分かりやすいんですけど、今日出す結論っていうのじゃなくてまだまだあるっていうことですね、まああるんですけど、ただあれでしょう、ずっとこの画像でいくんです。あ、これ戻しましょう。戻しましょう。みんな、はい、食事してる人がいたら、はい、戻ってきました、ね。戻りましたね。
こんばんは、原大輔です。はい、こんばんは、ユニタイムのおっちゃんです。じゃあ今から始めましょうか。はい、いいことに行くとあるのに、1割の悪いところばっかり見てしまい、全て悪くなるっていう、まあ、その場合もまあね、あるんですけどね。ただこの逆の人もね、その部分だけ見たら逆の場合もあるんですよね。どういうことですか？この9割悪いことばっかりでとか、はい、でその1割のいいところっていうのは、そのこの9割と1割の逆転みたいな感じ。あ、それで、うん、その1割のことに感謝すごいできるっていう人がいるってことですか？じゃないんですけどね。でまあ今このね、ここではね、9割いいことあるのにっていうことでね、はい、9割もいいことあったら割と、うん、でもそういう意味じゃないんですよね、多分これはね、はい、だから何割かっていうより、とにかく悪いことばっかり見てるので、いいことまで悪くなっちゃうっていうような形で言った方が多分いいんでしょうね。普通いいことが当たり前みたいに思ってしまうっていうことですね。はい、今のこれ何かな、これは違うよね。なんであんなのが出てきたのかな。すいませんね。あ、ここだ、ここ。あ、待ってんですね。これ関係ないですね。はい、で皆さんちゃんと見れてるんでしょうかね。おかえり、さすがおっちゃんって、この辺はどの部分でしょうかね。今の話でね。本当にね、でもここはね、なんかちょっとじっくり話したい、話すべき、話せば話すときは作業円滑活用とかみたいな感じでね、なんでかって言ったら、やっぱりそれだけその素晴らしい内容なんですよね、結論的なことで言ったらね、はい、素晴らしいことなんですけれど、はい、こう本当に言葉で説明するのがなかなか、それができてたら多分もうすでにそういうふうにしてこう本当にパーフェクトに説明してるし、くれる人っていうかした人いるんでしょうね。どういうことですか？いや、その言葉で説明簡単にできるような、はい、ことであればっていうのかな、はい、うん、そうですね。どこまでのことをどう言っていいのかっていうのが一番まあ難しいんですけどね。それほら、聞いてる人もいろいろこう年齢的なこともあれば、知識的なそのなんていうか豊富さっていうか、はい、そのあるじゃないですか、はい、だからそういう中でね、なんていうのか、この話ってね、本当はその例えば1年間の期間だけの話とか、あるいは10年間とかっていうことじゃなくて、こう人生かけてそのトータル的な全てのまあ言ったら霊界っていうところまで視野に入れた話っていうのが本来されないといけない話じゃないですか、結局はね。だけどそういう話で行っていくべきなのか、うん、あるいはもうちょっとこのなんか、うん、身近なところで行くべきなのかっていうね。そうですね、まあゆくゆくはそういう話もしてほしいですけど、まあ、そうですね、うん、はい、多分そじゃあ終わんないですね、終わんないのだね、うん、で、まあ、はい、その、まあ、コンプレックスっていう話が出てきてるけれどもね、はい、このコンプレックスっていうことの言葉だけだとなかなかね、そのなんていうのかね、難しすぎるという部分もあるっていうのは、その、うん、コンプレックスにも程度がもちろんあると思うんですよ、はい、こう人によってね、はい、でこれはもうコンプレックス、まあ一般的な意見としてですけどね、はい、これはもう本当にコンプレックス持ってももう仕方ないっていう人もやっぱりね、いるというか、なんかそういう人にこう前向きなメッセージするのもちょっと勘違いな、勘違いというよりね、程度がどっちかって言ったら、こういうことを言ってこういうことを言ってこう言ったら、あ、なるほど、そうか、じゃあ本当に感謝していくべきなんですね、で終われるレベルっていうのと、はい、本当にさっき言ったような霊界にまで含めて、そしてその自分のいわゆる過去、先祖ですよね、
先祖っていうところの話までして、それでもこの合点がいかなくて、結局もっとこの深いもう神の領域のところまで話をしてっていう場合もね、中にはあの実際これは間違いなくあると思うんですね。でもやっぱり今回のあのテーマはやっぱりそうですね、あの、うん、先祖が何かした因縁である場合もあるっていうことの話ですからね、うん、そう、あそこにとにかくちょっとスポット当てていくっていうことですかね。そうですね、うんうん、だからそれが元で人生邪魔されて、うん、俺の人生散々だっていうようなことに対してどう考えていったらいいのかなっていう。じゃあですね、あのとりあえずね思うんですけど、はい、その過去のことに、過去っていうのは自分じゃないにしろね、はい、あの過去のことにうんぬんっていうことじゃなくて、はい、もうあの今ある自分ってもうどうすることもできないじゃないですか。そうですね、うん、もう一度生まれ直すわけにもいかないしね、はい、だからまずとりあえずはそこからスタートするしかないですよね。ああそうですね、それはね、はい、うん、でそこからスタートするしかないっていうことと、はい、それからまずはあの基本的な姿勢として、とにかくその今の自分から逃げるか向き合うかどっちかですよね。そうですね、ね、はい、でもちろんこう結論から言ったらあの逃げてもダメなんだというか、あのまあ結局逃げたとしても逃げきれないというのかね、うん、ああ今必ずやってくるというかね、はい、チャット来ましたね。マイナスからのスタートっていうふうに思ってる人がいっぱいいるんじゃないか。あ、これはでもあれですよ、みんなマイナスからのスタートですよ。あゼロポイントからスタートする人ってあのいないですよ。ということはあの虫っていうのはマイナスなんですか。やっぱり虫っていうのがどれだけついてるかで、はい、あのマイナスのポイントっていうのは当然あるでしょうね、はいはい、ただそのマイナスっていうのはマイナスじゃなくて当たり前ですね。そうですね、もう一回絵を見せもう一回絵を見せます。まあこういうふうになっててね、はいはい、音声出てますよね。音声出てますね、はいはい、で虫が一匹ついてる人、まあ一匹だけっていう人はいないと思うんですけど、はい、虫が一匹ついてる人、虫が二匹ついてる人ってね、はい、あのいっぱいいるわけですよね、はい、でこの虫っていうのは何かっていうのをもう虫になっちゃってますけれども、はい、ある意味で言ったらこれがいわゆる過去生きた人、はい、っていうふうに捉えてもいいと思うんですね。あ、はいはい、過去生きた人、はい、先祖だけじゃなくてとの関係っていうかね、はいはい、でそれがまあくっついてるんだということですね、はい、で、なんでくっついてるんかって言ったら、はい、虫だから早く人間になりたいと思って、はい、くっついてるわけですね。あ、でそれを虫にしてあげる方法っていうのが当然あるわけですよ。虫にしてあげる方法、あごめん、人間にしてあげる方法、はい、っていうのがあるわけですよね。人間にしてあげないといけないんですか。あ、もちろんそうですね。もともとその人は人間なので、はい、人間なんですけど、人間として行くところまで行けなかったっていうことなんですよね。俺はミュージシャン目指してんだけど、虫が邪魔してできねえんだよっていう。あ、なんでそんな虫を人間にすることにこう。ああ、そういう意味のね。はい。はいはい。それは、これもまた本質的な話になってきますけれどもね。はい、結局人生の本当の生きる目的とかっていうのは何かっていうことが分からないといけないっていうのもそうだし、実際に虫を忘れて生きたとするじゃないですか、はい、まあ大体虫っていうのを知らないで生きてる。いや本当は虫じゃないよ、はい、便宜上虫ですよ、はい、本当そうですね、はい、なんか途中から聞いた人は本当に虫がついてるそうじゃなくってね、はいはい、必ずそのどんな人であってもその心情的なそのマイナス部分っていうのを持って生まれてくるんですよね。あ、まあもう少し別な表現だったら生産しないといけない。だけど、はい、ほとんどの人そんなことまず気づいてないし考えてないです。考えてないですね。で実際に今のミュージシャンの話ありましたけどね、はいはい、例えばすごくこのもう本当にビッグアーティストっていう人がいっぱいいるじゃないですか、はい、うん、で僕たちはあるいはその音楽目指してる人たちっていうのはああ素晴らしいないいなって思うじゃないですか、はい、ところが
それはいいなって思うのは、あくまでもこの地上に生きてる間だけの世界しか視野にないから、あ、いいなと思うんですよね。おお、で特に、さらにはもうちょっとプラスして言ったらね、あのこれ本当の話だしね、もうちょっとこうあれだな、まあ、霊的な話になってきますけれども、ね、はい、まああの人類学者ですから、はい、人類学者ですから、何でも宗教の話でも、はい、何でもね、何でも OK です。あの一般的にね、そのこの今の我々の世の中っていうのは、ああの人億万長者なとかですね、はい、あのそういう、まあどっちかって言ったらお金どれだけ持ってるかで、どれだけその物質的に豊かになってるかっていうことで羨ましがるじゃないですか。そうですね、うん、そういう人いますね、はい、それもさっき言ったそのミュージシャンのね、ビッグアーティストを羨むことと同じでね、はい、あのこの世ですごく幸せだなって思ったか、あの見えたかもわかんない、周りからしたらね、はい、ところが実際に人間の人生っていうのはその地上だけじゃないのでね、霊界に行ってもまだ人生ってあの続いてるんですよ。まあ、死んでからもってことですか？死んでからも。だから自分の、まあ、意識だけじゃないですよ、はい、本当に体もちゃんとくっついてるんですよ、体もあるんですよ、はい、まあ言ったらもうこのままって考えていいぐらい、このまま、はい、でそのまま行くわけですよね、はい、で続いてるわけですけれども、はい、そこに行った時がちょっと地上とはいろんな意味であのシステムが、システムっていうのかな、うん、あの物事の現れ方が違うんですけど、はい、そこで初めて気づくんですよ。で例えばあのお金をいっぱい持ってる人っていうか、お金持ちっていうかあるじゃないですか、はい、お金いっぱい稼いでから死んじゃった人、死んじゃった人っていうかね、はい、あれもね、もちろん確かにね、あの本当に苦労して苦労してあの財を築いた人っていうのもいると思うんですよ、はい、いますね。ところが神の目から見たらね、はい、あのちょっと違う部分があるんですよね。あ、かなり違うかな、かなり違いますか。あの強欲な人になっちゃうんですよ、まあ、簡単に言ったら、うん、結局あの非常に執着心が強いんですね。あの財を蓄積していったわけでしょ、蓄えていったわけでしょ、はい、ね、でまあ、これはあの聖書のね有名な言葉、今度はちょっとここの部分は聖書学者になっておきましょうかね。キリスト教学者になりました、ね、まあ、キリスト教だけじゃないんですけどもね、はい、宗教学者、はい、あるんですよ、はい、宝っていうのはねこの地上に積んじゃいけないっていう話があるんですよね。お、はい、天に積まないといけないっていう話。天に積む、はい、要するにその財をどん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 蓄積していくっていうことは何かというとね、それ全部自分の我欲の表れなんですよね。ただ財を蓄えてそれでこれを全部どっかにガーッとあの本当に誰かのためにとかね、はい、そうなってくるとまたちょっと全然違うんですよ。ああ、まあそのどれだけ蓄えたかとかじゃなくて何のために蓄えてるかみたいな話ですか、うん、まあ、それにもなりますね。ここの世界でその心を隠して、うん、僕はいい人風にして財を蓄えてのもバレちゃうよっていう話ですね。それもありますね。ただもう心からみんなのためにこうやりたくてって蓄えて使ったっていうのはそれもまた 見られてるっていう、ね、そうですね。で、まあちょっとね語弊がある部分もあるかもしれないですけど、はい、例えば本当に芸能人なんかでも多いですけれどね、はい、大体こうなんかブレイクしていったら、はい、いい車買ったりすごい御殿のような家に住んだりするじゃないですか、はい、あれも本当の神の目から見たらね、そのなんていうんですかね、その人の強欲とかその人の傲慢さの表れなんですね、全部ね。ああの豪華であればあるほどね、はい、うん、まあ、もちろんそれはね小さい時とかあるいは親が本当に苦労してる姿を見てね、はい、自分はそうはなりたくないってね、でちょっと悲しい話もあったりとかね、うん、親が家を持てなかったからって言ってね、自分は家を持つんだとかね、それもすごくあると思いますよ、うん、そういうのはまたちょっと違ってきますよね。あ、違いますか、はい、全然目的が違ってくるんでね。違うけどそれもまた解消しなきゃいけない問題ですよね、まあ、それはまた違う方向の話になってきます、ね、はい、でも生産という意味では同じですけどね、はい、なんでじゃあその人は家を持てないのかっていうことになってきます。まあ、でもそんな感じでさっきのまあもう一回ミュージシャンに戻っていくとね、はい、だからその中でも結局その
ついたままでっていうか生産しないままでね、この地上にミュージシャンだけに限ったわけじゃないですけど、この地上でいくらその物質的なその地位や名誉やね、あるいは財産というものをこの得たとしても、はい、実際にそのしなければならないことっていうのは、まあ、簡単に言ったら心情や魂の成長なわけですよね、はい、でそれを しつつできてたんだったら、それはもうあの一石二鳥みたいなもんです。あ、そうですね、ですけど大体往々にしてそれができてない場合がもうほとんどということですね。あ、そしたらそれは気づかないで、早く気づかないといけないですね。あの過去に死んだ人もそれをしないといけないということですね。過去に死んだ人も、あ、もちろんそれはそうですよ。過去に死んだ人っていうより、まあ、あのとにかく人類今までね、はい、あの誰もそういう意味でその行くべきところまで成長行った人いないわけですからね、はい、みんな今のこの時に降りてきて、はい、降りてきてというかこの地上の人間と関わりながら、はい、あの今がそういうこのもう与えられた期間なのでね、成長していくためにもういろんな働きかけをしてるんですよね。おお、ってことはなんか話が見えてきましたよ。見えてきた。虫というのはその人たちってことですね。ああ、まあここで言ったらその虫っていうのはその人たちみたいな感じというふうにも言えますね。だから自分が成長、するのにも必要な、こちらからしたら肥やしになってるんですね。あ、それがないとあの成長しないようになってる。あ、そのそういう人たちの望み、なん難しいですけど、望みも叶えてあげながら生きていくことが自分を成長させる、うんうん、とにかく全てあの最後は愛の完成、喜びの完成、魂の完成、その成長っていうところにね、はい、何がどうあってもね、あの結局は最後そういっちゃうんですよ。そういうふうになってるんですよ。うん、だから今その大ちゃん言ったような結局そういうことになってくるんですね。ちょうどはそれを持って、あ、ちょっと待ってくださいねチャットに今聞き取られてしまった。でもせっかくこんなに楽しい文明があるのにもったいなくないですか。いや、あのね、ちょっといい質問です、うん、あの誤解を生んでしまった部分ありますね、はい、あの何かって言ったらその質素倹約しろみたいな風に、質素倹約しろみたいに捉えられてる感じですね。そう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 、あのそうじゃないんですよ、うん、本来人間っていうのはね、あの科学も発展させながらね、はい、より豊かな、そして本当にね、あの立派な家というか、はい、あのもう実際にこれから先はあのそんな立派な家に住もうと思わないんです、みんな本当は、はい、でこの地球全部が自分の家だとみんな思ってるから、あ、その時は ね、 いいですね。そしてあのここが俺の庭だっつってね、あの小さな何畳ぐらいの、はい、そんな世界じゃないですよ、はい、もうエーゲ海は俺のプールだみたいにみんな思ってますからね。みんなが思ってるってことですね。みんながだってあの地球自体がみんなの所有物だと思ってるから、はい、あのそんなね、なんかこう限定されたところに自分を縛ってね、俺をこんなって思わないんですよね。だけどあのまた勘違いされそうなんでね。だけどあの人間っていうのはね、本当に美味しいものを食べて、はい、そしてまあ言ったらあの体にいいあのお布団で寝て、はい、そしてあのなんだ便利なものを周りに置いてっていう、うん、はい、まあ、いわゆるその本当の意味での文明的なあの生き方をするようになってるんですよ、はい、それはしかも全部愛を中心にしてね。あー、なんか分かります。あのできるはずなんですね。あのできてる人とできていない人がいるんじゃなくて、うん、みんなができるはずなのに、うん、なんで自分だけこう土地を持っていい家を建ててやってる人がいて、こっちの人は道端に住んでる。まあそういうことにもなるんですけど、はい、ただ結論は、結論っていうのかな、だからそのビッグアーティストミュージシャンみたいな人もグワーってね、やっぱり才能ある人は伸びていくべきなんですよ、はい、伸びていったらいいんですよ、はい、ただ何かって言ったら心のだから動機なんですよね。愛なのか愛じゃないのかっていうことですね、はい、自分のためなのか他のためなのかっていう、あ、もうこれが全てのもうポイントですよね、はい、それってあれですか、他のためにどん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 いろんなことしてったら
そのくっついてる虫というか、そういうものも自然とこう浮かしていくんですか。これは何かの放送でも言ったことあると思うんですけども、ね、はい、もう結局そこなんですよ。その原因がわからない、なんでかわかんない、どうしていいかわかんない時の手っ取り早い方法は、はい、まずはその自分のなんて置かれている立場とか状況に対して感謝するっていう、はい、まあよく感謝に敵なしってありますけどね、はい、本当にまずそこなんですよ。あ、だけど何にもしないで感謝だけしててありがとうございますだけではねダメなんですよ。でそれが今大ちゃんが言ったね、はい、動くことだから、もうとにかく人のために尽くす、はい、人のために何かをする、はい、その何かを与えていくっていうね、この2つの行動、行為、はい、感謝してそして何かをこうしていく、もうこれだけで分かんなくてもいいから、そしたら何かの時に何かが解決してて、何かの時に何かが解決しててっていう感じでね、どん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 クリアになっていくんですよ。そしたらそのうちこう、その自分はこういう性格でコンプレックスだとか、自分はこういう必ずの特徴でコンプレックスだっていうのも考えなくなるというか、どうでもよくなるというか、なんて難しいですけど、そういう感じですか。まあ、そうですね、ちょっとそういう、それ結論ですけど、はい、そこまで行くにはあまりにもちょっと説明が簡単すぎましたけどね。そうですね、ちょっとあれですけどね。それともう一つね、はい、これもね忘れちゃいけないんですよね。はい、例えば大ちゃんがすごいコンプレックスがあるとかね、はい、何かいろいろなものを持ってるってなった時に、これはあなたがやらないといけない、あなただけのためにあるんですよっていう、あなたで終わっちゃったらダメなんですね。はい、結局その例えば大ちゃんだったら、大ちゃんと関係してる人、あるいはこれがね親子だったらそうなんです、またまあ同じ意味ですけれどね、はい、例えば子供に何かがある、はい、それはその先祖からのものが子供に出てうんぬんっていう、そこだけに目的があるんじゃなくてね、はい、場合によっちゃそれをきっかけにして、本来の親子として結ばなければならない関係を、まあ、気づかせたり、気づくっていうのはこう知るっていうことですね、はい、っていうきっかけとして起こっている場合とか、あ、必ずその人だけっていうわけじゃないんですよ。あ、相互作用が全部こうリンクしてるんですよ、はい、こう地球上のことっていうかね、はい、だからそういう意味で、あの人大変だな、なんか先祖の因縁がいっぱいですよって、そうじゃないんですよ。そうじゃないんですね。そう言ってるあんたとも関係あるんだよっていう話なんです。それもなんとなく感覚としては分かるような気がします、うんうん、で全部そればっかりじゃないんですけど、ね、はい、そういう場合も結構あるっていうことなんですよね、はい、あだからあなたの代わりにあの人は苦労しながら、だけどそれをあなたはそれを見て、あ、かわいそうだなと思って、何かをしてあげるためにあなたがいるかもわかんないんですよね。あ、だから細かなことをとにかくね、はい、考えるより、ほんまに大ちゃんが言ったような感じで、はい、まずは自分のこととしては感謝するって言って、ね、はい、そして何かしてあげる、はい、もう奉仕ボランティアですよね、これはね。その感謝するっていうのも、分からなくてもとりあえず感謝するんだけど、まあ、今回は木の絵で簡単に説明したけども、木の絵も、はいはい、もっと本当は全部説明がつくことなんだよっていうことですね。今、一つ一つね、一つ一つ、はいはい、これがこうなってて原因があってね、ただそこはなかなかその個人個人ありますからね、うん、一人一人違うから。そうですね、細かな部分でね、はい、さっき言ったように本当に本人が超えていかないといけない部分っていうのと、はい、そうじゃなくて、その人と関係してる人も目的があってとかね、とにかく縁があるっていうことに関してはね、はい、偶然っていうのはないので、そこをみんながそのことを分かってね、取り組んでいけるようになったら早いですね。そしたらそういうなんかコンプレックスに感じるようなことがあるっていうのが、自分が行動するいい行動というか、いい仕事とかいい付き合いには悪い影響は及ばさないというか、うん、ないってことですね。ちょっともう一回整理するために、今すみません、チャット読んでたら、ちゃんと読んでピーって頭が、あ、本当ですか、なんか、はい、もう一回言ってもらっていいですか。コンプレックスに感じるようなことは
いい自分がいい仕事とかいい付き合いとかいい恋愛とかをするのに障害ではないっていう、うん、それはそうですね。なんていうのかな、なかなかそう思えるまでには時間かかるんですけどね、はい、マイナスっていうものはそのこの世の中にないんだっていうことですね。僕もちょっと神様とか、うん、宗教学者みたいなことを一言言うと、神様は悪意を持ってないということですね。あ、もちろんそうですね、はい、それとなんていうのかな、いろんな、まだ時間もうやばいね、はい、そうですね。なんで急に黙ったんですか。重要な、いや重要な、じゃあポイントだけっていうかね、はい、でとにかくね、そのコンプレックスって言葉になっちゃってるけれども、はい、もう少し別な表現で言ったら重荷ですよね、はい、苦痛とかね、苦しみとかね、はい、それが普通人間軽い方がいいじゃないですか、あれそうです、ね、ない方がいいじゃないですか、ない方がいい、うん、でもそれでは全然成長しないんだということは前回言ったと思うんですね、はい、それともう一つ早くね、はい、それ虫さんと一緒に羽ばたいていきたかったらね、自ら望んでね、例えば2つの道があるじゃないですか、はい、僕も結構よく言われるんですけどね、うん、おっちゃんとは言わないですけどね、おっちゃんでいいや、はい、おっちゃんこうした方がおっちゃんもっと楽だよってね、自分のことをもうちょっと考えないといけないとかよく言われるんですよ、はい、うん、まあ大体分かってる人は何のことを言ってるのか分かると思うんですけどね、うん、だけどそれはね違うんだっていうことを最後にちょっと楽な方、2つ道があったらね、楽な方と苦しい方があったらね、みんな楽な方を選びます、うん、これはね間違いなんですよ。ああ、そうですか。苦しい方を選んでいかないといけないですよ。うん、そうすると早く解決するんです。でこれはね、宇宙の原理なんです。頂上にね、山の頂上に登ってね、はい、上からの眺めた景色って気持ちいいじゃないですか、はい、でそういった写真があって映像があって見て、それを見てるだけでも気持ちいいじゃないですか。そうですね。だけど登山した人ある分かると思うんですけど、はい、実際に自分で登って、うん、そこに行って眺めた時の要するにちゃんと体感した時の喜びって違うじゃないですか。そうですね。それは分かりますよね、はい、それと山を登る時にね、頂上に早く登ろうと思ったらね、はい、こうくね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 要するに少しずつ少しずつ登っていったら楽でしょ。そうですね。だけどね、むちゃくちゃ時間かかるんですよ。あ、だけど頂上に早く行こうと思ったらね、もう崖であってもね、そのまままっすぐこう行くのが一番、そうですね、早い、はい、だけど一番しんどいんです。そうですね。これと一緒の原理、宇宙の原理、みんな一緒なんですよ。おー、だから早く走ろうと思ったらね、風当たりが強くなる。あ、そうですね、確かに。のんびりのんびりね、おっちゃんみたいにとぼ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 言ってたらね、うん、とぼとぼとぼ、まあ実際にはあんまりとぼとぼ言ってませんけどとぼとぼ行くと風は当たらないんですよ。そうですね。例えば自転車でガーって漕いで早く行こうとするでしょ、うん、そしたら風がすごく、うん、これと一緒の原理なんです。わかります。その風が悪いものとかじゃないってことですね、うん、必要なことってことですね。そうですね、はい、だから楽な方に行くこともある、はい、できるんです、はい、だけど時間かかる。あ、早く終わらせようと思ったらね、はい、しんどい方を選んだ方がいいんです。お、うん、今日これで一旦今日の結論。まあそれでこう自転車で走ってる時に風がない人はいないってことですね。もう自転車でこう走って風が来ない人っていないと思う。来ない人いないから、まあ、虫がつかない人もいないというか、もうみんな虫がつかない人、まあ、基本虫つかない人、うん、ついてない人いないですけどね、はい、その人と一緒に早く成長していくためにはね、はい、まあ、感謝とその奉仕ですけどね、はい、いろんなことがあるときに、はい、しんどい方が早く終わるんだっていうことなんです、うん、そういうことですね、うん、魂の成長っていう意味で言ってもそうですね、はい、結論ですね。はい、来ましたね、はい。ちょっとじゃあ一回ジングル流しましょう。もう一回ちょっとしかないけど、ちょっとチャット読みますね。その
ジングル早いですね。なんかちょっとやってるうちに、はい、なんかまあ本当はこう30分ぐらいでこういうコーナーを終わらして、あとはチャットを読んだりいろいろな知識などを得たりする時間にしたいなと思ってたんですけど、やっぱりそういうわけにいかなかったですね今回も。あ、ジングルいいねって、ジングルいいんですよ、はい、ジングルはね、ジングルかっこいいですよ、プロが作りましたから、ね、プロですよね、もう完全に、ね、すごいですね、うん、まあなんかいろいろこうそれ以外にもちょっとコメントとかね、はい、あの入れてくださってるんですけどね、なんか気になるのとか、うん、そっからめっちゃ膨らみそうなのとかありましたけどね、うん、そうですね、はい、はい、で、まあまた次回あの最終的にちょっとあれですよね、クロージングっていうような感じで、はい、そうですね、あの、次回は今回のコンプレックスの3回目にして今日先天的なものをやったので後天的なものをやろうかなと思います。そうですね、今日やってて思うんですけどね、はい、やっぱりね、話ってやっぱり深いじゃないですか、はい、でそのよく To be continue ってあるでしょ、はい、あのやっぱりそれで完結しちゃうとね、あ、次なんだろうっていう楽しいところで、そうですね、実はこの鍵はね、 あもう時間ですねみたいな感じ、いやまあまあダメですか、ちょっとあれじゃないですか、ちょっとこう欲が出るんじゃないですか、そんな話したらっていうかね、あの本当は今ちょっと冗談っぽく言ったんですけど、本当にね、はい、例えば30分でね、はい、こう話せれるぐらいだったら多分今頃地球は天国になるんじゃないかなと思うんですね。そうかもしれないですね。ただやっぱり聞いてる人にと何かこう共有したいですからね、その、うん、そのために一番いい方法を選んでいかないといけないですね。そうなると、はい、きっと多分毎回1回では終わらないですよね。終わらないので、はい、じゃあこの続きはみたいな感じで、はい、今日も行くとこまでちょっとやっちゃいましたけどもちゃんとその時間をタイムキープというかしながら、はい、そうですね、あ、もう今日はここまでって書いて、あ、そうしますか、そういう感じでいきましょう、はい、ちょっとこう、はい、パッと間に割って入る感じ、あ、わかりました、じゃあ次回からそうします、はい、じゃあまあどうします、結論もまあいいか、じゃあ終わりましょうか。あの最後のあれはもう全然なくて、最後僕なりの結論としては、あ、もう言ったからいいですね、いいですか、アーカイブ聞いてください、なるほど。はい、じゃあ、はい、でまたそれに対して疑問とかあったらチャットかメールお待ちしてます、うん、info@unimix.jp でした、そうですね、 info@unimix.jp ですね、ですね、でまだパーソナリティも募集してますね今、うん、それでね、前回私やるって言った人、あ、本当ですね、今回は入ってないのかな、はい、バビロン、バビロンのやり方だって。あ、ほん、あ、そう、僕もちょっとそれいいところでコンティニュー、はい、なんか来週も聞いてほしいからコンティニューはやめようと思って、あ、それはそうですね、そういうのはやめよう、はい、これは本当に現実として30分では無理なので、はい、コンティニューっていうことなんですね、そうですね、うん、じゃあそんな僕らの思いは伝わったでしょうか。じゃあ、はい、今日はこの辺でお別れしましょう。あ、もういいんですかね。はい。どうですか。ではもう、はい、時間も時間です。時間も時間なんで。ただ、はい、いろいろ本当はこの10分ぐらいの時間でなんかいろんなことを紹介したりとか、なんかそうなんですよ、できたらいいなっていう話ですよね。そう、僕はだからもう先に言っちゃいますけど、うん、音楽とは。なんだこの世の中にどういう意味を持ってるのかみたいなことをおっちゃんに聞きたいなと思ってるんで、次回時間があったら聞きたいと思います、時間を作って聞きたいと思います、はい、では、終わります、はい、お相手は原大輔、そしてはい、そして関西ホームレス協会の会長のおっちゃんです、はい、じゃあここは我が家第2回これで終わります、ありがとうございました、はい、どうも本当ありがとうございました、皆さんさよなら、マウスがどこ行った。
出てなかったので、もう一回流します。ありがとうございました。